こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ジュピタースプレンダー、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してジュピタースプレンダー花に立ちます。その後ろからは西のフラワー、この馬も上がっていく構えです。さらにはプレミアムネイル、14番シルキーフォース、その後ろ前に戻りましょう。ジュピタースプレンダー先手を取りました。内からはティーオブラック、その外からブレイクサウンド、その外にシルキーフォース、緑の帽子ティナーズウェイ、その後ろ好位置をキープしています。西のフラワー、リッジオペラ、そのうちに続いています。内からはヒートスイング、グリーンテューン、そのうちに続いています。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。前に戻りましょう。キーオブラック先手を取りました。ジュピタースプレンダーそれに続いています。その後ろからはブレイクサウンド、その外にシルキーフォース、グリーンテューン、そのうちに続いています。その外にプレミアムネイル。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わって西のフラワー先頭。2番手はキーオブラック。残り 100m 西のフラワー差を広げる。2番手はティナーズウェイ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。西のフラワー1着、2着はティナーズウェイ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。西のフラワー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。シャワーツリー、好スタート。綺麗なスタートを切りました。フラワーパーク前に行きそうです。シャワーツリーそれに続いています。さらにはマウントスタイル、8番グレートローマン、その後ろミエスクズさん、後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。先頭はフラワーパーク。短期の逃げに持ち込めるか。大きく離れました。シャワーツリー、その後ろからはプレミアムブレード、その外からグレートローマン、黄色の帽子マウントスタイル、その後ろこれに続くのがタイムトゥッド、内からはスペシャルライツ、白の帽子カリスマブレイク、その後ろ残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。フラワーパーク先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m。 フラワーパーク先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。シャワーツリー、フラワーパーク追いすがります。シーズメドウ1着、2着にはどうやらシャワーツリー、勝ったのはシーズメドウ、見事な勝利です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。アウトオブビジョン前に行きそうです。サンドモンロー、それに続いています。さらには富士奇跡、12番スピンコンサート、その後ろ後方に控えたのがスキップマック。前に戻りましょう。先手を取ったのはクールラッキー、オレンジの帽子ベッドオーリー、その後ろスピンコンサート、すぐ後ろその外にサンドモンロー、ピンクの帽子アウトオブビジョン、その後ろすぐ隣にシャインシューズ、その外からデフィニットアーティクル。先頭に戻りましょう。
クールラッキー。先手を取りました。1番富士奇跡、2番手を追走しています。先頭は依然としてクールラッキー、まだ粘っています。2番手は富士奇跡、絶好の手応えです。2番オアシス、3番手富士奇跡、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。最後の追い比べ、先頭は富士奇跡、富士奇跡先頭。ここから引き離しにかかります。2番手はベッドオリ、懸命に追いすがります。やはり富士奇跡先頭だ。残り 200m、 富士奇跡先頭だ。後続は大きく離れた。2番手はベッドオリ、富士奇跡独走、富士奇跡ぶっちぎりです。富士奇跡1着、2着はベッドオリ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。富士奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。シャトードール、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。オーリング前に行きそうです。アイスバースト、それに続いています。さらにはイージーシャワー、1番シャトードール、その後ろ。では前の方から見てみましょう。シャトードール先手を取りました。では前の方から見てみましょう。シャトードール先手を取りました。その外からオーリング、その後ろにイージーシャワー、さらにはプラウドリーフ、大気ブリザード、好位をキープ。並んで4番アイスバースト、ダブルクライシス、この馬もこのグループ。その外からウィンドチョイス、並んで10番レッドダイヤモンド、サザンオール、この馬もこのグループ。すぐ隣にセルティックアームズ、その横にプリマリック、すぐ後ろにサッカーウエスト、その隣にラケットビクトリア、最後方にバトルプレジデント。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。大気ブリザード早くも先頭、2番手はオーリング、イージーシャワー、3番手。さあ大気ブリザード逃げ切れるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。大気ブリザード先頭、差はほとんどありません。2番手はオーリング、先頭を捉えるか。やはり大気ブリザード先頭だ。大気ブリザード先頭、あと 200m、 大気ブリザード先頭だ。オーリング抜けた。大気ブリザード追いすがります。オーリング先頭だ。オーリング1着、2着にはどうやら大気ブリザード、勝ったのはオーリング。見事な勝利です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。チップマンボ前に行きそうです。リッチバレー、それに続いています。さらにはランブリングヘッド、9番桜爆心王、その後ろ。それでは先頭からチップマンボ先手を取りました。その外からワイルドゾーン、その外にランブリングヘッド、その外からクリス・ザ・ハミング、桜爆心王、好位をキープ。グッドジャック、そのうちに続いています。内からはリッチバレー、デアリングラブ、そのうちに続いています。その外にイングランドヴィンテージ、その外からスリーカラット、最後方にサードベルベット。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭は桜爆心王、残り 200m、 後続を引き離す桜爆心王、足色は衰えません。2番手はグッドジャック、完璧です。圧倒的な強さを見せました桜爆心王。1着、2着はグッドジャック。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました桜爆心王。まさしく日本が世界に誇れる馬です。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭は河内シェル、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はエイシンチケット、後続は大きく離れた。2番手はアグネスストーム、河内シェル今ゴールイン。段違いの強さです。河内シェル1着、2着はアグネスストーム、これはものが違う。河内シェル。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はサクラダーク、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はサファイアカフェ、あと 200m。 サクラダーク先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はサファイアカフェ、サクラダークこの馬で決まりか。サクラダーク1着、サクラダーク完勝。サクラダーク1着、2着はサファイアカフェ、これは桁外れの強さだ。サクラダーク。今年上半期の競馬シーンを沸かせた優駿がここ阪神競馬場に集結しました。あなたの、そして私の夢が走ります。さあいよいよグランプリ宝塚記念の発走です。さあ最後は大外枠の LA ウィンゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはナイスシャワー、堂島無敵。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して北斗ベガ花に立ちます。その後ろからは加熱クロス、この馬も上がっていく構えです。さらには堂島無敵16番ナイスシャワー、その後ろ LA ウィン、後ろからになりそうです。もう一度先頭から先手を取ったのは堂島無敵、その外にナイスシャワー。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。1番人気のダンツシアトル現在先団に取り付いています。では前の方から堂島無敵先手を取りました。その隣に加熱クロス、その横にナイスシャワー、好位置をキープしています。ダンツシアトル、その隣にデュークコロネット、その横に北斗ベガ、ネイハイシーザー、この馬もこのグループ 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ4番堂島無敵、2番手はダンツシアトル、絶好の手応えです。加熱クロス3番手、ダンツシアトルいい位置です。
先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ先頭は堂島無敵。おっと一頭競争中止か。ライスシャワー競争中止です。場内騒然。レースにどのような影響が出るでしょうか。さあいよいよ直線の攻防。ここで先頭に立った成田ブライアン。成田ブライアン先頭リードを広げにかかります。2番手はダンツシアトル。ダンツシアトル必死に追います。この差は果たして縮まるか。成田ブライアン独走。成田ブライアンぶっちぎりです。成田ブライアン1着2着はダンツシアトル。これが絶対王者だ。成田ブライアン短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭変わってアブクマポーロ。アブクマポーロ先頭。アブクマポーロ先頭。2番手はマイネルインズ。アブクマポーロ1着。アブクマポーロ完勝。アブクマポーロ1着2着は微妙です。これは桁外れの強さだ。アブクマポーロ